どうも皆さんこんにちは。2013年1月25日14時になりましたね。過ぎました。時間堂とマリキです。今日は、セリさんのご案内で、サカです。セリさんの案内でサカ君と3人でカレーを食べに来てます。よろしくお願いします。お願いします。残すところ今日含めあと6ステージ。はい、ステージですね。意気込みはいかがですか。意気込みですか。頑張る次第です。ボキャブラリーがなさすぎるんですけど、原口さんはいかがですか。そうですね、頑張るってなあ、あと6回ですけどね、やってきたことを全て出し切れれば、まあまあ欲たかりにならず、欲たかりって通じるんですかね、標準語ですか。欲深くならず、力まず、平常心でいたみたいと思います。素敵な座組なので離れがたいですが、精一杯頑張りたいと思います。よろしければぜひ来てください。先生に来てください。ちょっとみのりさんもう一言ぐらい。全く頑張るしか言ってないじゃないですか。ちなみに何食べてるんですか。これ何ですか。なんか見た目ツナ缶みたいな感じですけど、味はどうなの。ヨーグルトっぽい味がします。ヨーグルト、ほぼヨーグルトみたいな、ね、うん、ヨーグルトがなんか凝縮されたみたいな。何入ってるんだろう、想像、見た目と想像はちょっと違う。これちょっとセリさんの手つけてないやつ。こんな見た目ですけど、なんかヨーグルトテイストな感じです。いい味です。なんて言ったらいいんだろうね。ヨーグルトが一番近い。バニラでもないし、ヨーグルトとバニラの間でもないし、なんですかね。発酵してる乳製品って感じです。どんな説明。じゃあミノリンがあと6回でこう絶対これやってやるみたいな野望を。あと6回ですか。これやってやる、これやってやるって言われるんですか。じゃあ僕が動画日記撮ります。